死体遺棄疑い共有の男逮捕、雑木林に、北海道帯広市、北海道系帯広署は2日、雑木林に成人女性の遺体を埋めたとして、死体遺棄の疑いで、北海道帯広農業公教諭の片切明り容疑者、35、帯広市西十五条南を逮捕した。逮捕容疑は5月30日午後8時頃、帯広市南町南八線の雑木林に、女性の遺体を遺棄したとしている。 書によると、片桐容疑者は調べに対し、容疑を認めているという。